どうも、インフィニティチャンネルの吉田です。兵藤です。このチャンネルではインフィニティエージェントの社員がウェブマーケティングに関する動画をたくさんアップしていますので、よければチャンネル登録をお願いします。ということで、今回は YouTube 広告の ebook の紹介というテーマで、ゲストにはインフィニティエージェントの編集長でもある兵藤さんに来ていただきました。はじめまして。弊社のメディアのですね、インフィニティエージェントラボの編集長をしております兵藤亮と申します。あだ名はゾウさんと申します、はい、よろしくお願いします。やっと共演ですね。本当にやっとですよ。やっとですね。お待たせいたしました、はい、今回はインフィニティエージェントの編集長ということだったんですけど、はい、プライベートでは元 YouTuber ということをお伺いしたんですが、はい、本当ですか？実は YouTuber やっています。そうなんですね。僕はね、底辺 YouTuber でチャンネル登録48人で、動画は3回で終わってしまって、一番最後の動画ですね、三日坊主を克服した経験みたいなところで、お前が一番三日坊主やっていう。そこで、それで終わってるんですね。終わってるんですよ。なので、すごく本日ですね、再デビューという形で非常に嬉しいです。2年ぶりくらいの YouTube ということですね。そうですね。じゃあ張り切っていきましょう。お願いします。お願いします。ということで、今回は YouTube 広告の ebook がどんなものかということを解説していただけるんですよね。はい。具体的にこの3つに分けて、YouTube 広告に特化した ebook の内容をお話ししていきます。早速一つ目はですね、なぜ YouTube 広告が熱いのか、最新の動画広告市場をもとに解説していくんですが、 YouTuber の吉田さんは普段どのぐらい YouTuber 見られるんですか？そうですね、結構見ます。自分のも見ますし、はいはい、最近では勉強とかに使う機会がすごく増えたなって思います。あとはそのプライベートで言うと、私はニッシーっていうアーティストが好きなので、そのライブとかも見ますけど、やっぱりこう勉強だったり商品を調べる時とかに YouTube 使うようになりましたね。まさに YouTube オタクですね。そうですね。2022年に入り、 5G の導入も本格的に進んでおり、今後熱い動画コンテンツ市場はなんと2025年には1兆円規模になると予測されております。吉田さんは YouTube 広告についてどのようなイメージがありますか？やっぱり YouTube 広告っていうと、認知拡大などのこうブランディングを目的とした広告っていうイメージですね。そうですよね。それもありますが、近年はあり方が大きく変わってきております。実はですね、動画広告を戦略に組み込み効果を出している企業は 40% ほどあります。そんなに効果出るんですね。そうなんです。商品やサービスについて情報収集をするときに YouTube を使っている人が多いっていうことですね。そうですね。 ebook 内の情報でもあるんですが、買いたいものがあるとき検索と YouTube も両方を使っているというユーザーは 80% もいます。そして YouTube で見つけた商品を購入しているユーザーは 40% もいます。それは規模拡大の予測しか立たないですよね。でもやっぱりこう YouTube 広告はおすすめ効果出るって言われても、そもそも YouTube 広告をどのように運用していったらいいかとかってわからない人もいると思うんですよね。そんな悩みが解決できる弊社の実績をもとにしたノウハウがふんだんに詰め込まれているのがこの ebook になります。なるほど。 YouTube 広告の種類や仕組みといった基本的な部分も細かく記載されております。次に YouTube 広告の失敗パターンについてです。成功事例でも失敗パターンを、ね、把握することの方が僕自身価値があると考えております。確かにそこってすごく大事ですよね、うん、絶対にうまくいくことだけではないと思うので、やっぱり課題だったりデメリットといった部分も把握することってすごく大事ですよね、うん、成功事例に王道はあまりないですが、失敗には必ずパターンがあります。失敗パターンを攻略していただければと思います。最後に3つ目は弊社の成功事例を5つ紹介していきます。例えばブランド名の検索ボリュームが増えたこと、配信したことで獲得が増えたことなどの検証結果がわかります。事例はすごくありがたいですよね。しかも5つも検証結果やそれに対する施策がわかるということですよね。はい。 ebook 内に記載している事例を大公開しちゃいます。まずこちらの YouTube 広告配信後締めキャンペーンの前後比較の数値ですが、表示回数は 2.57 倍、獲得数は 3.97 倍となっており、獲得単価約半分に抑えられています。そんなに抑えられているんですね。しかもこの結果は2ヶ月間っていう結果ですよね。はい。あとはこちらも紹介します。最適な配信回数というのも検証済みで6回から7回となっております。フリークエンシー米の CTR と CVR の結果から分かったっていうことですね、うん、最適なフリークエンシーを見つけるために動画広告シーケンスをテストをした事例になります。今紹介した2つの事例に関してもどのように検証して出した数値かもっと詳しく記載されているので見ていただきたいです。事例からは YouTube 広告を配信してどれだけ良くなるのか数値で分かるので、ぜひ参考にしていただき、結果から分かった注意点もこちらに記載しておりますので、そこも含めて確認していただきたいです。最初におっしゃっていたノウハウがふんだんに詰め込まれてますよっていうことはこのことですね、うん、はい。
何度も何度も社内で改良を重ねた結果、今回 ebook をリリースすることができました。この ebook はぜひ見ていただけたら嬉しいです。そうですね、私もとっても楽しみにしていましたし、今後すごくワクワクしています。実はこうリリース日から youtube の概要欄の方にも貼ってたんですけど、なかなかこう紹介もできてなくて、今回が初めての紹介になったので、ぜひダウンロードしてみてください。ではここでお知らせです。当社は株式会社インフィニティエージェントと申しまして、ウェブ広告運用を中心にウェブマーケティング周りのコンサルティングを行っております。概要欄にお問い合わせ先が貼ってあります。また広告担当者の方に使っていただけるリスティング広告と Facebook 広告、そして今回解説した YouTube 広告の解説書をご用意しておりますので、よければそちらもダウンロードしてみてください。インフィニティチャンネルということで、今回はラボ編集長の兵藤さんに YouTube 広告の ebook ってどんなものというテーマで、弊社でリリースするその YouTube 広告の ebook について少し事例とか数字も入れながら解説をしていただきました。さすがに全部解説することはできなかったですが、 YouTube 広告を配信したい方や動画広告で頭打ちを感じている担当者様はぜひダウンロードしてみてください。編集長の兵藤さん、今日は ebook の詳しい説明ありがとうございました。こちらこそ貴重な機会ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひまたコラボして動画撮れたらなというふうに思います。引き続きですね、吉田さんにですね、レギュラーとして呼ばれるんですね。常にですね、吉田さんに社内営業をこれからしていきたいなと思います。待ってます。では、今回の動画の内容がいいと思った方は、応援のグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。